皆さんこんばんは。3月28日の塩チャンネルです。今日私はタイ総理質疑で初めて NHK の中継付きで質疑に立ちました。決算委員会です。内容はですね、4月1日からですね、まあストレートに言うとですね、18歳の高校生のアダルトビデオの出演の解禁に、まあ、実質的になるという問題を取り上げました。まあ、これまでも18歳、19歳出れるんですが、未成年者取り消し権という法律がありまして、未成年であれば契約解除ができる。そしてたとえ撮影をしていたとしてもですね、それが販売できないという強い権利がありますので、まあ、それを行使されると、まあメーカー側とかもですね、撮影はしたはいいけれども発売できない、まあ、こうなってくると損失を負ってしまいますので、まあ、多くのところはですね、こう自主規制を引いてたりとかするんですよね。まあ、それでもですね、未だにですね、こう相談がこれだけあって、未だに4分の1ぐらいは未成年なんです。だから大手はいくらクリーンだって言ったとしてもですね、4分の1の相談者が未成年であるということをですね、この現実を踏まえればですね、氷山の一角なんですが、まあ、大手は大丈夫である、ちゃんとやってるんだって言ったとしても、まあ、それはそれでやってくださいということで、私たちはそれなりに被害が出ている社会問題になっている問題をですね、きっちり法律立ててやっていこうじゃないかというふうに主張しているので、大手は自主規制やってるんだっていうのは、それはそれで頑張ってくださいという話だということがまず1点と、そうおっしゃるにもかかわらず4分の1の相談が未成年っていう現実ですよね。ここを見てみればですね、いかに大手とかね、そういうその協会に入っているようなアダルトビデオ、そういったところはプロダクション大丈夫だとかね、メーカー大丈夫だっていうのかもしれませんが、そうではないということがまず1点です。じゃあなんで18歳19歳の未成年者取消権のことをアダルトビデオだけ言うんだっていうかもしれませんが、私はそれだけではいいと思っておりません。ひとまずですね、これ見たらわかるんですが、民法改正で18歳に変わるものと20歳に維持されるものがあります。各いろいろ法律があって、それで分けてるんですよね。ここに書いたんですが、健康面の影響や非行防止、青少年保護の観点から18歳に引き下げられたものと20歳が維持されるものに分けられました。なので酒、タバコ、ギャンブルはこっちに入ってるんですよ。アダルトビデオの出演被害ってやっぱり非行の観点からとか青少年保護の観点からいくと、やっぱりこっちに入っててほしいですよねと。これが正当な判断だと思います。まあ、だけどなんで入らなかったのかというと、まあ、各まあ、個別法がなかったので、まあ、18歳未成年、成年年齢が変わった時に18歳になってしまったという流れがあります。まあ、これはちょっと、政府も含めて立法もそうなんですが、ちゃんと対応していなかったということになってくるんです。詳しくは質疑短いので見てほしいんですが、結局のところこれまで政府の方もですね、法的対応の必要性答弁しておきながら今日まで何もしていないという現実があります。ですから私たちは今議員立法で今国会中に成立をさせるということをしなくてはいけません。今国会はもう6月には閉まってしまいます。で、次の国会を開くのを待ってやっているとですね、被害者がすごく増えてしまうんですよね。まあ、なので臨時特例法でまずパッチで開く穴を埋めると、そして先ほどお伝えしたようにアダルトビデオだけでいいのかという問題も含めて、電磁的なっていうかデジタルタトゥーですよね、そうしたものも残ってくるので、きちんと1年ぐらいしっかりかけてみんなで考えて、最終的に本当にアダルトビデオだけでいいのかとか、どこまで含めるのかとか、年齢は18歳19歳だけでいいのか、いやいやこの問題であればもうちょっと年齢関係なくするのか、そうしたことをですねしっかりと議論をして、そうした特例法をですね今国会で決めていかなくてはいけないというふうに思っています。まあ、今日の質疑ですごく残念だったのがですね、ちょっとびっくりしたんですが、そういった法律の問題をですね、きちんと私は説明してきたんですよね。現行法じゃどうにもなりませんよと、これだけ被害が、現行でもこれだけ被害がありますよって。なのになんか法務大臣が出てきて、まあ、こういう法律で今対応できるんだっていうふうに後半になって言い始めてですね、あれちょっと聞いてたのかな私たちの質疑をっていうのですごい疑問に思ったんですが、ここは意外なことにですね、総理大臣が自ら手を挙げて、まあ、法務大臣がですね、まあ、そのように現行法がって
言ってた部分を含めてですね、もうそれじゃまずいと思ったんでしょうね。少し前向きな答弁をしてくださいまして、まあ、議員立法のことも承知していると、それを見守りたいということと、まあ、決してこのいいと思っているわけではないということはご答弁いただいておりますので、しっかり議員立法で進めていきたいというふうに思っております。まあ、野党がいくら騒いでも、騒がないと変わらない部分もあるんですが、野党だけでは何もできませんので、やはりこうした問題は公明党さんとか、自民党さんの中でも、議連というのかな、グループが勉強会とかグループとかちゃんとありまして対応するところがありますので、しっかりと与党にもお願いをしたいというふうに思っておりますし、私たちが提案をしておりますけれども、私たちが協力するんだという気持ちで、何とかしていきたいというふうに思っております。パップスさんという被害者の支援団体さんがまとめてくださっているんですが、どこ行ったかな、これだ。法律の抑止が効かなくなることによってですね、18歳から、まあ、そこでちゃんと契約をさせてしまえばですね、撮影ができてしまうというところがありますので、スカウトが低年齢化してるんですよね。中高生にまで、高校生18歳であったとしても、まあ、15、16とか、まあ、14とか、まあ、そういうのってまだ児童ですよね。児童がそうしたアダルトの道に入っていくというようなスカウトが低年齢化しているという、そうした指摘もありますので、子ども家庭庁を今国会はメインで行うわけです。子ども家庭庁を進めながら、一方でこうした低年齢化、アダルトの道、ここを同時に審議する、まあ、審議というか並行しているというのはおかしいなというふうに思っています。まあ、これは日本大学の末冨かおり教授も指摘をしています。最後重要なのでもう一回言いますが、子ども真ん中という子ども家庭庁の法案審議がこれから進んでいくという、子ども国会の中でですね、中高生からですねアダルトの道を開くような民法改正が行われていると、これが同時並行するのは非常におかしいというふうに思っておりますので、こういう変なね、こう穴が開くというか規制緩和みたいな感じになってですね、子どもたちが不幸になっていくというのはやっぱりいけないと思いますので、なるべくですねきちんと歯止めをかけるということをしていきたいというふうに思っています。ただですね、やっぱり自分の意思でしっかりとやっていきたいっていう方はそれはそれでいいんだと思うんですが、こう引き込まれちゃったりみたいな形の人が、やっぱり少なからずいますので、私たちはそうしたところを歯止めをかけていくのが政治の仕事だと思っておりますので、頑張りたいというふうに思います。それではまた明日。